なる。この人は俺の組織した鷹のメンバー。こんなこと、やっぱり昔のサスケくんじゃない。全てが終わる。やめろサスケ。次から次へと。さくら、お前だらしない先生ですまない。そんなこと。だがもう一度だけ言っておく。イタチを、父を、母を。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復させてやれ。お前はその子を連れてこっから離れてろ。早く行け、さくら。俺も同じことを何度も言うつもりはない。あんたは三代目の二の舞を演じることになる。お前、そんな悲しい顔で泣くんじゃねえよ。よし。シャリンガンってのはな。なら、保存、保留で。その格の違いを教えてやる。早い。まさか打ち派でもないあんたが万華鏡を開眼してるとはな。サスケ、お前の中にあるのは一族だけではないはずだ。まだそんなこと言ってんのか。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。背負わせない。覚悟したはずなのに。さく。今ので分かっただろ、ナルト、サクラ。サスケ。なんだ。俺にはあいつの言ったことが。他人は黙ってろ。それは復讐だってばよ。そんな必要はない。あの団蔵をサスケがたった一人で倒したというのか。俺のやっていることはお前たちを、この葉の全てを。サスケ君。憎しみ。カカシ先生、でもここにいれば。サスケ。サスケを殺すってことが。気を生んだな、容赦はしない。待て、ナルト。サスケ、お前も知ってんだろ。復讐。
習してやろうと思ったこともあるし、一歩間違えば俺には誰ともつながりなんてないと思ってた。俺だっていつもお前が一人だのは知ってた。どうしてかっていうとよ、何でもできるお前が羨ましくって目標になったんだ。お前は俺の、お前とさくらちゃんと一緒になって間に合え、サスケ、お前ずっとお前の後を追いかけてた。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員を殺す。行き着くところ、お前の選択は。俺はそう思っちゃいねえ。そのどっちでもねえよ。うっと。ナルト、お前は帰るって言ったでしょ。マダラ。キュウリか。どうにもお前たちは。代わりに僕がやるよ。マダラに絶か。サスケにべったりだな。絶。お前じゃナルトを捕まえるのは無理だ。はいはい、わかったよ。一流の忍びならってやつだ。二人とも死ぬ。何なんだ、ナルト。ナルト、あんた。口下手な俺が説教なんて柄じゃなかったぜ。内派でもなく、九尾の人中力でもなくなってよ。お前と分かり合う気もね、死ぬ気もね。もういいなと。サスケは俺がやる。サスケとは俺がやる。俺もお前の憎しみ背負って一緒に死んでやる。私は忍びのくせに泣いてばかりで。やめておけ、カカシ。まだ。後で話すよ。話とは何だ。サノオの使いすぎだな。もうろくに見えないのも分かる。急いでるな。どうしたというのだ。ナルト。どうやらそうみたいね。おとなしくしててね。今さら。こいつが。兄さん。